歌詞見ずに歌えたら屋敷から1万円グレイ編。なるほど、はい、今回はグレイさんの売り上げ歴代、ベスト10。まあ俺らの青春時代を一組ね、青春時代を彩ったそのアーティストの間違いなく一組ですからね。でもう仲良くさせていただいて、いや本当にもうグレイさんには本当に、まあ、僕らもライブ見に行かせていただいて、単独ライブも来てくださって、ね、俺らの単独にもグレイ4人のうち3人来てるから、拓郎さんとあと久志さん二郎さんそれぞれ1本ずつシャンパン持ってるからそうよ、俺も行かれへんだけど拓郎さんと二郎さんとゴルフ仕掛けたからな。それすごいことよ、うん、だからこれはちょっと間違えれないよ。これちょっと今までと違う種類のプレッシャーがあるかもしれませんね。いやーでもなー、いやーでも、うん、でも本当にね、俺らの青春時代の曲やわ、ベスト10は。あの時だ、CD 売り上げだよね。売り上げ、まあやっぱ売り上げってなったらあの時代になるか。それだったらまあ、じゃあ行きましょうか。3曲連続で、3曲連続ね、行きます。これはちょっとミスれないな。どうも、結果次第ではちょっとオクラはい、6、あ、2000年8月23日発売、2000か、映画未来日記のテーマソング。まさか戸惑いか。正解すごいね、戸惑い好きだわ。これサビスタート、サビじゃない。うん、ちょっと待った、これちょっと待ってくれ。どこまでにしよう。ちょっとごめん、これ無理かもな、これややこしいかもね。まあ行ってみようか。あ、ドア玉サビじゃねえわ。恋は真夏のようにでしょ。うん、それサビじゃないですかね。あ、そうなの。愛され眠る、うん、君は悲しみの果てにでしょ。うん、泣き濡れていたかな。ワイワイタタ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 ただ一つの愛、友達のままでいい、同じ風に吹かれて翼を広げた。あとね、デル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 、戸惑い学んで汗を流して。ここがサビってこと戸惑いからね。あー、全部サビみたいなのこれ。いい歌なんだよな。うわあ。あと戸惑い学んでじゃない入りのところもあるんだよね。なるほどね。でもそれは2番だと思うんだよな。うわあ。めっちゃええやん。めっちゃいい。戸惑い大名曲だから。なるほど。あ、じゃあここだけだ。頑張れ頑張れ。なるほど、わかりました。完全に。約101万枚。約1万ミリオン。うわー、これむずいな。後半が。戸惑い学んで汗を流して、いつも何かに。うわぁ、傷つきながらかな。悩んで迷って決めた答え、心答えに、たたたたた、ここが出ない。たた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 、叶わない恋をしただね。うん、そこいいよね。あー、後半がまるまる出ないな。なるほど、出ないね。じゃあもう一回出ないとこ教えて。もう一回。止まる今なんで汗を流して、いつも何かに傷つきながらな気するんだよね。悩んで迷って決めた答えにかな。で次は分かんない。たた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 た、背を向けて。なるほど、分からんところが分かりました。恋をした、確かに24年前の今8月、あ、9月1日か。ほんと24年前だ。いい曲なんだな。24年前って
なこちゃんとか生まれてないやろ。なこちゃん生まれてないのか。やば。うわーこれ無理かもな。まるっきり出ないそこが。うん。決めたの後だけ言いますじゃあ。決めた心に。心か。やつしたら次は。答えはないかじゃあ。答えって歌詞ないのか。答えにもあるよね。その後が答えです。え？決めた心に答えにですわ。え？もうだいぶ言ったね。でもそんな歌詞変だよな。え？悩んで迷って決めた心に出した答えにか。いつも背を向けてか。そんな気するけどちょっと変じゃないか。出した答えにいつも背を向けて。タクロさんに怒られんじゃんか。まあ、叶わない恋をしたか。最後がまた会えるその日までとかもあるんだよね。あるね。いや合ってんじゃないかこれ。じゃあそれで行こうかな。行ってみる？うん。じゃあお願いします。行くよ。うん。戸惑い学んで汗を流していつも何かに傷つきながら悩んで迷って決めた心に出した答えにいつも背を向けて叶わない恋をした。 OK、うん、はい。じゃあ聞きますか。でもこれ以外がねちょっともう出ないかも。風に吹かれて翼を広げた。ここね、ここ一番。いい曲だな。よし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 。で、ここ心なんだよね。しばしが無理。しばしかい。しばしです。しばしは今言わんて。しばしはいつも背向けたらあかんからやっぱ。そっか、しばしよ、たまによ。確かにな。ちょいちょい。しばしは2001年ね。しばしは言わんねえ。あとが言うか。しばしなんか拓郎さんはずなってくるってこんなこと言うてたら。しばしか。最高ですよやっぱ。しばしか。ちょっとこれじゃ終われんわ、さすがに。ちょっともう一回やって、もう3連続やらせてください、うん、はい。10、あ、いいんじゃない。 B ラブド。 B ラブドなんても歌ってんけ、この間ニューヨークバンドでもやってるよ。そうか。テテテテンテテンテテテテルルルルル。もうどれくらいね。そうか、 YouTube で歌ってるもんな。歩いてきたのか。テテテテン。街角に夏を飾るひまわり、不器用な恋を。ひと夏のプロポーズの主題歌。そのドラマは知らん。96年8月7日、夏だね。28年前。うわ。28年前。車とかが生まれるか生まれんかみたいな感じ。車が2歳ぐらい。俺が10歳。やがて来るそれぞれの交差点を迷いの中立ち止まるけど、うわ、あなたがそばにいてくれたら。え、一番よね。うん。これは大変な。これまた練習してんのかよ。いつの日ももあるね、さりげない。もうそっちは忘れろお前、ややこしになってくぞ。いいね。2回だからあるってこと。うん。
え、でも最後のおさび、最後のおさびはとりあえず巡り合う恋心なんだよな。どんな時もって言うから自分らしく生きていくのにあなたがそばにいてくれたらなんだよ最後は。そこと一緒でいいのかな。2番は、2番はね、それは恋は愛だと呼んだで入るから、いつの日もじゃないかな。さりげない暮らしの中育んだ愛の私みたいな、喜びも涙も受け止めて、巡り合う、うわ、ごっちゃなるな。優しい日が灯る、やがて来る、それぞれの交差点を迷いの中立ち止まるけど、それでも人はまた歩き出す、巡り合う恋心、どんな時も自分らしく生きてゆくのに、あなたがそばにいてくれたら、ああ夢から覚めた、これからもあなたを愛してるにしようかな、もう。なるほど。それ一番いく？いいんじゃない？はい、じゃあニューヨークバンドで。なるほど、いきます。ニューヨークバンド、音だけで弾くの初めて。優しい日が灯る、よう弾いてるわこれ。それぞれの交差点を迷い、お前やん、どっちも。それでも人はまた歩き、巡り合う、お、いいよ。恋心、どんな時も自分、あ、いけるじゃん、自分らしく生きてゆくのに、あなたがそばにいてくれたら、よし。ああ夢から覚めた、これか、よし、はい、クリア。オッケーオッケー。ニューヨークバンドでやってるし、いや、これはちょっとよかったよかった、よかった、歌ってますから、ぜひ皆さんニューヨークバンドの方見てください。よしよし、クリア、オッケー。続いて、嬉しいね、ドン、はい、1、1はいけるだろう、1、ハウエバーか、ウィンターゲイン、うお、なるほどね、ウィンターゲインです。ウィンターゲインから、ウィンターゲインなんやな、1。いや、ウィンターゲインはやばいよマジで。はあ、ウィンターゲンなんや。何万枚やろ。164万枚。1位なんや。めっちゃ短いよ。いいの。いつか二人で行きたいね、雪が積もる頃に生まれた街の、めっちゃは短くねえよ。あなたにも見せたい、次、次からこれ、そうか、めっちゃ短い。会いたいから恋しくて、あなたを思うの、寒い夜はまだ胸の奥、鐘の音が聞こえるじゃない。 OK、 うん、行く。いや、絶対そうやと思う。これは自信ある。注意した方がいいのかな。2番は、1回2番、え、会いたいから会えない夜にはもうあんだよ。そのとはまたあなたを思うほどじゃないのか。勝手に2番でやって、2人が歩いた足跡を残してもある気がする、うん、
いや、それでいこう。はい。もうこれはもう、ここでパスしたいな、スムースに。ファーストテイクのグレーさんもある。いや、確かウィンターゲンだ、そうだ。めっちゃ歌ってた、カラオケで、みんなが。めっちゃ。みんなめっちゃ歌ってた、カラオケで。PV めっちゃ覚えてるもん、寒そうな。ちょっとね、そうそうそう、ファーファーみたいなのかぶって、テルさん。なんかあれ、ファーストテイクこれ。これファーストテイクバージョン。あなたにも見せたい、会いたいから、恋しくてあなたを思うの、寒い夜は、ま、胸の奥。あ、ごめん、オッケー。はいはい、これはね、これラッキーです。すごいね、JR スキスキーの CM ソング。はあ、これラッキーでしたね。でもちょっとややこしいけどね、2番とごっちゃになったら。確かに。次、はい、9。9、なんだ。サバイバルついてくるね、絶妙なとこうわー、やばいわ。うわー、サバイバルね。うわ、でもこれもこれのイメージやけどな、あの20万人ライブで歌ったの。サバイバル来たか。そうそう、このグレーエキスポのイメージやよな。最大部分があるんですよ。そう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 、そこがやばいあ、これやばいわ。どこまでも広がる空にでしょ、光かざして、地球最後の日になって、これが。もう一個ある、さ、うん。タフに行こう、風に乗ろう、タフに行こう、風に乗ろ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 う、もうダメだこれ、早いとこ無理だ。風に乗ろう、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 オーイエースみたいな早いね、確かにこれは大変やね、結構最難関レベルかもね。あ、無理だ、2箇所もあるよ、しかも早いの、うん、早いの2個あるね、ごっちゃごちゃかも。欲望の淵から外れたらみたいな歌詞ありますかおお、地球最後の日になって欲望の淵から外れたらじゃないですか。それで歌ってみたら、リズムで。地球最後の日になって欲望の淵から外れたらみたいな。欲望の淵が意味いける、欲望の淵が淵からか、そのリズムいける。地球最後の日になって欲望の淵から外れたらだアダムとイブになれるはそこにつなげちゃっていいのかなでタフにこの世を生きるために必要なもの、もうここももう無理だ、次の早口は無理だ。いや、出てくるかもしれんで、早いとこは口で覚えとる可能性あるからね。うわー、ここ、この2回目の早口はもう絶対無理やな。アダムとイブになれるは最後か、こっちか。アダムとイブは最初の方で合ってる。最初合ってる、うん、まだ全然違うこと言ってる。そうよね、うん、うわー、その一個が限界やな。さあ、早いところもさ、うん、入りだけ言いましょう、うん、タフにこの世に生きるために必要なものを、うん、ちょっとぐらいの、ちょっとぐらいの絶望もか絶望もだなとなると次どうなるの、俺分からん。いやー、もう分からん、絶望思い出した今ので。ちょっとぐらいの絶望もうわちょっとぐらいの絶望もなんなの。だってちょっとぐらいの絶望もなんとかなんとかなんとかもうなのよ多分ね。違う、
違うね。と暗闇の絶望も。あ、違うんだ。あ、じゃあもう全然わかんねえわ。でもそれまたもう一回言うてるよ最後。アダムとイブになれるじゃないバージョンの方のそのリズムとかも思い出せねえな。ちょっと暗いの絶望もタタ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 地球最後の日になって欲望の縁から外れたらってたら結構上出来だけどね。エキス、うわ最高だな。でも広がる空にすごい映像。光りかざしてはエキスパキュス。え、なんて欲望のなんて言ってるか分からないね。グレーエキスも何でしょうか。それぐらい難しいんだ。早いから。ちょっとじゃあ歌詞出します。分かんなかったわこれ。欲望の淵が地球最後の日になってたかが。ああ、無理や。生きるために必要。ほらちょっとぐらいの絶望。絶望あってな。この後長いで見れるよ極上のスパイスを味わえ。これは無理だ。これは無理だ。これグレイ史上 最速なんちゃう。早いね。極上の、わこれはもう。でもこれをもう一回言うてる。うん、タガでしたね。外れるのは縁じゃなくて。よくもタガ、ああタガね。タガが外れたアダムとイブになる。縁っておかしいもん。なんで縁って思っちゃったんだろう。ということで残念。いや、すいません。あいや、ちょっと今度やられたな、サバイバル。タクロさん来てやってくれへんかな、これ意味ないよ、やる必要ない。おもろくない、タクロさんがお前ぐらい悩んどったらうわーとか言って、ということで、今回クリアならずということで、はい、名曲揃い、最高でした、グレイさん。ありがとうございました。